平成27年ですが、保育園には学生さん、保育実習をする学生さんが、ある一定期間見えると思います。国は平成27年、保育実習を行う学生さんに対し、実習先の保育園で乳児などの感染を防ぐために、麻疹、風疹の予防接種を推奨しています。そしてその後、今年ですね、今年の5月、保育園等で働く職員に対し、予防接種に関しての方針が示されています。これらの対応や方針は、しっかり重く受け止めていく必要があるかと思います。で、今後ですね、日本はオリンピックが開催され、海外からの、訪れる方が多くなります。また、塩尻市は観光振興が中で海外からの観光顧客も増えているというこのような状況があります。さらに保育園では妊婦さん、妊娠中のお母さんとも接する機会が非常に多いわけでありますので、感染予防拡大防止に努めていただき、さらに子どもたちが健康で健全に成長できるようにお願いをしたいと思います。それでは2の安心して暮らせる支えの社会についてお聞きします。括弧1ヘルプマークの導入について、ヘルプマークについては県として導入、そして配布の手続きは市町村で行うというような内容でありました。と有効的な対応だというふうに思います。多くの方に知っていただくことが大切です。特に希望者には配布をして使用していただきたいと思っていますが、配布対象者については、どのようにお考えでしょうか。大和健康福祉事業部長、先週の6月の8日の金曜日に中心地区の市町村職員を対象とした説明会が開催されております。その中で県の示した内容を申し上げますと、対象者は義足や人工関節を使用している方、身体障害、精神と知的発達障害、内部障害のある方、難病の方、妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮をしようとしている長野県内にお住まいの方としております。また、高齢者でも腰痛などがある方でも援助や配慮が必要であれば対象とするとしております。以上です。10番山口議員。はい、対象者について一点お聞きしますが、障害者手帳があるかないか、その辺は問われ、その辺についてはどうでしょうか。大和健康福祉事業部長。はい、市町村窓口に希望者お越しをいただきますけれども、手帳の確認は一切しておりません。ただその申し込み書にチェックする欄ございますので、そこに簡単にチェックする程度でございます。以上です。10番山口議員。はい、議長、あとはですね、配布時期はいつごろから予定をされているのか、その点についてお聞きします。それと合わせてですね、そのヘルプマーク、配布されることにつきまして、周囲での理解をしていただくことも重要かと思います。市職員をはじめ、市民や、また災害時や避難所などでの使用も考えられますので、消防団などにもヘルプマークの意義や内容について啓発が必要だというふうに思っております。今年4月ですね、塩尻市役所の1階でヘルプマークをつけていた方、市民課に手続きを来られた方がいらっしゃいました。対応な必要な場面がありましたが、ヘルプマークについて知っていた職員がちょうどいらっしゃいましたので、スムーズに対応をしていただくことができました。今後このような場面でも職員の皆さんの誠意ある対応をしていただくことが必要かと思いますが、その点についてお考えをお聞きします。大和健康福祉事業部長。はい、まず配布の時期でございますけれども、来月の7月の2日の月曜日から県内一斉で配布が始まりますので、本市におきましてもそれに合わせまして7月の2日から配布を考えております。また広く今回の広報活動を行ってまいりますし、特に災害時に安全に避難するための配慮ということで、福祉避難所への案内も必要になると思いますので、また機会を捉えながら、地域の皆さんにも消防団を含めてお知らせしてまいりたいと考えております。あと職員につきましては、時間の関係
7月2日にも配布が始まりますので、その前に研修があれば一番よろしいんですけども、まあ、今のところはこう全職員に、お知らせをする掲示板などで、全ての嘱託臨時職員を含めまして、お知らせをしてまいりまして、あとその後研修会の期間があれば、その場をお借りをして収支啓発に努めてまいりたいと考えております。以上です。10番山口議員。はい、あとですね、もう一点、最後にお聞きします。JR など公共交通機関または地域振興バスなど利用される方もいると思いますので、そういった公共交通機関なども安心して利用できるように、また適切な援助や配慮が必要としていることを知っていただき、理解が得られるよう啓発が必要だと思いますが、その点の対応についてお聞きします。大和健康福祉事業部長。はい、長野県におきましても、JR や路線バスを含めます公共交通機関のすべてに、周知啓発と、またその車内にバスだけ掲示をするということを言っております。従いましたの本市でも地域振興バス等とおりますので、その車内にバスだけ掲示を行いたいと今考えております。以上でございます。10番山口議員。はい、議長。はい、ヘルプマークにつきましては、援助や配慮を必要とする方が携帯していることはもちろんのことでありますが、周囲の方たちが理解をしていないと意味がありませんので、広く知っていただき、思いやりのある行動につながりますようお願いいたします。それでは次に新体育館周辺の道路整備についてお聞きします。新体育館の建設ですね、今後のスケジュールといたしまして、今年度は実施計画、来年夏ごろからいよいよ建設工事がスタートします。約18ヶ月間の予定となっております。工事期間は安全無事故に工事が進められるよう、作業員の方を含め安全対策はしっかりお願いします。隣接する道路は小中学生の通学道路でもあり、介護施設の送迎車も毎日通ります。また大型の工事車両が出入りするなど心配な点が多いわけですけれども、特に周辺地域に配慮する点についてお聞きします。長野子ども教育部長。はい、新体育館建設施工中の、周辺住民ですか、地域の住民への皆さんへの配慮についてですけれども、工事施工中につきましては工事車両の出入り、それから重機が稼働することになりますので、地域住民の皆様にはご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、施工中の配慮ですけれども、工事工程の周知、それから施工範囲の仮囲いの設置、車両出入り口への交通誘導員の配置、通学時間帯の車両出入りの制限などを行いまして、安全への配慮、地域住民の皆様への周知をしてご迷惑をかけないような形を取っていきたいというふうに思っています。いずれにしましても、今後選定をされます、工事の受注者と工事前、着手前になりますけれども、詳細な打ち合わせを行う中で、地域住民の皆様への周知、それから安全対策に十分配慮する中で、新体育館が安全に進行ができるよう、工事を進めてまいりたいと考えております。10番議員。はい、議長。はい、ぜひよろしくお願いします。一点お聞きしますが、工事内容、それぞれの工事機関によって工事内容によっては、早朝からの騒音などが、予想されるのかどうか、そういった状況についてお聞きします。長野子ども教育部長。はい、基礎工事はですね、杭とかは今のところやる予定ないので、そういった草案はございませんけれども、鉄骨を使ったり、しますので、そういったところで、搬入の時の大型のトラックですとか、そういったものも考えられます。夜中にですね、そういったものを遠くから運んでくるということも想定されますので、その辺につきましては十分に、周辺住民の皆様にですね、ご迷惑がかからないように配慮をしていきたいというふうに思っています。10番山口議員。はい、議長。はい、アクセス道路については幹線道路を案内していただけるとのことでありましたが、ぜひ利用される大会関係者や団体の皆さんにご協力をお願いしたいと思います。それでは括弧2の歯科台東側の交差点改良工事についてお聞きします。昨日市長からここの交差点改良工事については最重要課題であるとのご答弁をいただきました。このような認識をお持ちであることに大いに期待をし、質問をさせていただきます。
ただきます。この場所は数十年来の要望がある危険な交差点です。地域住民や PTA の皆さんから安全対策が求められています。また近くには保育園もあり、毎日送迎する保護者も早期の開業を望んでいます。交通量が多いこと、毎年交通事故が発生している状況です。ある時は、横断歩道のところに設置されている横断機ボックスが壊されているということもありました。本当に子どもたちが通行中に巻き込まれるのではないか、このような心配は常に周辺住民も含め保護者も含め心配をしております。そこでお聞きします。ここ数年間の事故の発生状況、またその件数が分かりましたらお伺いします。また人身事故など人への影響があった状況などもあるのかどうか、その点についてもお聞きします。百瀬建設事業部長。塩尻警察署の調べでありますが、平成30年1月から12月ですけれど、11件、月1回ですね、平成29年1月から12月、申し訳ございません、から11件、うち人身事故が3件あります。今年に入りましては、1月から6月12日までの間で1件、これは物損であります。以上です。10番